皆さんこんにちは。憎らしいほど晴れた青空の日差しの中、やってきたのは人生初の武蔵小杉。駅から徒歩5分ほどの複合施設クラセンス武蔵小杉の2階にある浅熊さんに向かいます。ちなみにエレベーターで上がることもできます。浅熊さんに来たのは2人とも今回が初めてなので、とっても楽しみにしています。ステーキの浅熊さんは名古屋を中心に主に関西で店舗展開をして、東京には八王子に1店舗のようです。ステーキやハンバーグ、そしてなんといってもサラダバーに特色があり、今回じっくりお届けしたいポイントの一つです。それでは早速参りましょう。予約者優先で順次入店すると、目の前にいきなりサラダバーが出現。室内は広く、座席数は124席、個室もありました。それではランチメニューを見ていきます。こちらはビフテキですね。ランチ赤身ステーキがランチタイム限定のようです。トッピング類もあります。ハンバーグは150や 180g の大きめサイズ。大人のお子様ランチがランチ限定。あとキッズメニューもありますね。大好きなチキンステーキも 180g。 メニュー表の写真が美味しそうで、決めるのに迷いそうです。ランチタイムもグランドメニューを注文できるそうです。基本的にランチメニューと同じ価格ですが、サイズが 300g まで表記があるので、全体的にサイズの上限が上がった感じです。美味しそうな写真を前にお腹を空かせて迷っていると、ついうっかり過信して、総重量 300g を優に超えるダブルや、超豪華に3種類のお料理が乗ったトリプルを、お腹が空いてるしいけるんじゃないかなと血迷って、勢いで頼みそうになります。しかしここはぐっと耐えます。せっかくのサラダバーをたくさん食べたいですからね。どのメニューにもサラダバーがつきますが、ドリンクバーは別料金で、アルコールメニューはこちらになります。今回事前にアプリを登録して無料のクーポンをゲットしました。なんと通常価格450円が無料です。注文直後にサラダバーが利用できるので、早速向かいます。ステーキが焼き上がるまでの時間も楽しめるのが嬉しい。確かにステーキやハンバーグを焼くのに時間がかかるからちょうどいいです。驚きの品数はなんと45品。私たちが知る限りサラダバーでは異例の品数です。提供メニューは店舗によって、または仕入れによっても異なる場合があるので、公式ホームページをご確認ください。わかりやすくサラダメニューの表記がされていました。ドレッシングは4種類。せっかくなので浅熊ドレッシングにしました。本日のドレッシングとしてこちらの表記もされています。野菜は一目でわかる新鮮さ。今日はたくさん食べて帰ります。そして浅熊さんではお惣菜もサラダバーの範囲内。パンとバター、もちろんトースターも完備されています。ご飯は2種類、ガーリックライスと白米が準備万端で揃っています。さらにカレーとコーンスープもサラダバー範囲内に含まれていました。とりわけコーンスープは大人気。帰りのレジではこのレトルトを多分30個ほど一気にまとめ買いされる方を目撃する、人気ナンバーワン商品です。店頭販売で他にカレーやドレッシングなど浅熊オリジナル商品の購入が可能でした。素敵なことにスイーツコーナーもありました。サラダバーの範囲内に浅熊さんではデザートやフルーツも含まれるんです。ゼリーやわらび餅など和と洋がだいたい半々で並んでいます。こちらのスイーツコーナーの種類は15種類ほど。もはやサラダバーにちょっと追加したっていうレベルではないです。個人的に嬉しかったのは大学芋があったこと。プリンは一瞬ケーキかと思うほどドドンと存在感がありました。ちょっと固めのプルプル食感、ケーキのようにすくいました。ロールケーキはチョコとブドウの2種類。あー、もうメイン料理前なことを完全に忘れています。自分で作れるセルフクックデザートが武蔵小杉店では、たい焼きとワッフルがあります。店舗によって内容が違い、やってないところもあるので公式をご確認ください。具材はあんことカスタードがありました。さらにソフトクリームまであって、
サラダバーにいろいろありすぎて今日は忙しくなりそうです。佐久間さん、こんなにサラダ無料でいいんですか？いろいろあるね。結構いろいろ取ってきたつもりなんだけど、いやすごいお客さん来てるもんね。うん、この種類の野菜をさ食べれるのがやばいね。しかもゆっくりできるしね。すごい、近場にあったらマジ通いたいで、だね、うん、ちゃんとシャキシャキしてんの。へえ、うん。一個一個全部美味しそうだったもんね、すごく。うまっ。浅熊のスイーツたちです。だいぶあったけどね、和風も洋風もみたいな。結構ね、種類多いと思う。うんうん、うん、これがサラダバーの悩みだもんね。そう、いろんな種類がある。超目奪われるんだけど、この辺が。これね、あと大学芋がさ、ね、食べ放題のデザートとして存在するの。すごい珍しいよ。じゃあまずこのフルーチェモドキを食べてみます。優しいお味でうまい。コーヒーゼリー、程よい硬さ。そんなに苦くないか。もち、うん、白玉、ぶどうのゼリーみたいな。そうだね、結構いろいろ入ってるの、うん、多分これ桃と寒天かな。キウイとかパンナコッタとか、うん、あ、その白いのな、ナタデココな、うん、これうまい。結構お腹いっぱいになっちゃうね。続いてプリンたちです。うん、大きいプリンだったよね。でも大きいだけじゃダメなんだよ、ちゃんとね、美味しさがさ凝縮してないじゃん。あ、うまい。プッチンプリンみたい。ちょい焦がしっぽいのがいいよね。はい、大丈夫です。あ、使います。こちらでお願いします。学生ハンバーガーの浅熊ハンバーグに行ってみたい。こちらの色がおさらいですか。はい、上が浅熊ハンバーグさんでしょ、うん、下がこれ学生ハンバーグ。見た目が確かに平べったい感じだね。ご飯欲しいな俺。あ、持ってきた方がいいね。じゃあ私もパン持ってこようか。うん、ギコギコしないでスーッと切りますとこんな感じですね。あ、美味しそう。おージュワーッと出てきた。これ学生ハンバーグ。あ、学生ハンバーグ結構硬いな。美味しそう。うん、美味しそうやな。あ、熱い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 。白米とガーリックライス。まずはそのまま。うん。めっちゃうまい。柔らか。へえ。何のタレもつけない状態だよね。塩とガーリックと。ニンニクがね、初夏効いてる。結構ガッツリ効いてるから、へー、まんまで大丈夫だから、なくても十分美味しいぞ。ではこの学生ハンバーグ、うん、何が違うんでしょうね。確かに牛らしさがある。こっちの方が肉肉しい。浅熊ハンバーグはふんわり柔らかなハンバーグでジューシー。鉄板の下にいるから焦げがしっかりついてるっていうのもあるかもね。これ美味しい。これすごいジューシーだ、うん、確かに何にもつけなくてもいけるね。十分うまいわ。これご飯があるように実はパンもあったんだよね。なるほど。ちょっと冷めちゃったけどかけてみていい？ソースもう10言わないね。もうそうね、時間的に。まあでも美味しそう。うん、絵面がいいよね、すごくね。うん、よく焼きしてくれてるね。うん、パリパリよ、本当に。しかも柔らかい。美味しそうです。うん、肉汁しかたる。ジューシーな感じがすごいする。何味のソースなの？醤油とか。あ、醤油ベースのオニオンソースかね。美味しい。ちょっとかけてみようかな。うん、上の浅熊はしっかり味付いてるけど、下の子は結構あれだから下の子に合いそうだね。で、醤油ベースの子を、うん、こんなに強くないんだね。うん、美味しい。美味しい。ソースは味が強くないから、うん、お肉のさ、この肉肉しさの味とかを
殺してない、いいね、これかなりうまいなもうちょいね、近場にあるともっといいんですけど、ね、今回もリクエストもらってね、そうそうそう、調べてきたからね、リクエストいただきまして誠にありがとうございます、ね、これからもね、教えていただければ行けるところは行きたいよね、そうそうそう、ぜひお待ちしてます。ジューシーで柔らかいよね、すごくね、ま、ね、好きなみな表現だけど、確かにね、パリパリっていうだけのことある、マジか、あ、パリパリだもん、マジでパリパリだよね、初めて来たけど、すごいすごい混んでるもんね、うん、我々は10時40分ぐらいに来たけど、現時点では9割以上待ってんじゃないかな、そうだね、開店からまだ15分とかそんなもんで人気店だね、だいぶ人気店だね、すごいね、佐久間さん人気店です味も美味しいし、サラダがね一番安いやつ注文するはさ1450円ぐらいでさ、うん、お肉と、ま、サラダとかさ、めっちゃ食べれるんでしょね、デザートと最近お気に入りのラペ、柑橘系のなんか酸味が効いてるライムとかレモンとか、うん、いろんな種類あるよね、本当にね、サラダもさ、生のものもあれば調理されてるものもあってさ、結構、まあ、いろいろ楽しめていいよね、これこのサラダバーはこの値段で過去最強かもしれない、ね、ちょっと遠出すると、まあ、こういう素晴らしいお店が、ね、あるんだね、いらっしゃるっていうのがすごいいい発見だよね、ね、でかこれタダだからね、クーポン使うとなんと0円で、ね、単品だと450円とか、うん、結構するんだよ、うん、食べ応えありそう、食べ応えめっちゃある、うん、うまっ、うん、がっつり、いやがっつりだね、確かに大エビという名にね、看板偽りなしだふさわしい、ふさわしい、めっちゃ食べ応えだね、エビを感じざるを得ないね、この大きさだとね、おいしい、うん、ドロドロだね、そう、追加したからね、美味しい、濃厚だし、なんかシャキシャキしてる、うん、これとパンとで自然にリピートできるんだけど、うん、うまいね、うん、いや、なかなかのボリュームですねそうだね、他の子たちと合わせて食べるとね、それも全部で、うん、かなりあったね、もはやあのサラダバーにあるサラダの定義がよく分かんないからね人参食べる？うん。なんで？メインは完食。うん。はあ。あ、ここってカレーなかったよね。え？カレーあったっけ？あったよ。カレーは取んなきゃダメだな。取ってくる？カレーはもらってこよう。カレーです、まず肉がね、えらい柔らかい、え、そうなんだ、すごい柔らかい、それはいいね、で、カレーは口に入れた瞬間にトマトがぶわーって広がってくる、うん、甘いカレーでもスパイシー、うんうんうん、美味しいと思います、カレーもコンポタもすごい速さでなくなってたからね、うん、でもこれうまいよ、もっと食べたいもん、へえ、いいね、和風パフェみたいになっちゃった、ほんとだ大学院も一番下に大学院もみっちり引いてきたもうそれで満腹になっちゃうんだね、ソフトクリーム美味しいね、あ、うまいね、わらび餅も美味しそう、美味しいタイプのソフトクリームだね、うん、これね、大学芋とアイス合うんだよね、うんこの後にね、たい焼きも控えてるからでもあれ多分時間かかるよね、5分はかかると思うようちで作るときそんな感じだもん、5分でしょ、うん、5、6分はかかると思う、まずはスプレーだね、生地を下面に流し入れます、うん、こんなもん、プリンはいいじゃん、小豆を真ん中にそっと入れます、それカスタードだね、これを入れます、
何個も切っちゃおうかな。いい、うん、生地を少し乗せます、うん、あー多かった。こんなもんかい。蓋をします。5分待ってね。なんかおかず系のサラダバーいくつかまだ取ってない子たちがいたんで、もっとこれとご飯で十分なんだけどね。これ切り干し大根でしょ。なんだっけ、これが筑前煮。鶏とか具材はいくつか入ってて、家族で来たりとかね、うん、っていう時に和食メインで食べるみたいなのはありそう。うんうん、ほうれん草のごまえ、なんか和食の定番みたいなのがめっちゃあった。これ茄子の油淋鶏って書いてあるか、南蛮漬けとか。ご飯欲しくなる。これ豆腐サラダ、中華っぽいドレッシングみたいなのを使ってた。あ、これさっぱりしてすごい美味しい。ピンピン結構ちゃんと美味しいよ。でこっちがかぼちゃサラダ、甘さ控えめ。皮もゴロッと入ってて、むしろ皮が一番好きまであるからね。よし、開けるぞ。はい。おお、かわいい。羽根付きじゃん。うん。ああ、しっかりいい焼き色じゃない。すげえワッフルみたい。うん。なんかね、悪い顔してる。いや。かわいい。これにアイスをね、のっけたいんだわ。すげえ勢いで多分溶けるよ。せっかくならやりたいことをやらないと。急がないと。うん。肩抜きみたいになってる。溢れたところもね、こんな感じでね、できるからさ。うん。いいと思う。いただきます。たい焼きの羽だね。ぷっくりしてるね。どっちがあれかね。あんことカスタードでしょ、うん、だんだん溶けてきたね。え、うまい具合にみっちり入ってんじゃない。隙間がないよ。上手。すんげーボリューム。まあね。いやでもね、食後のデザートにいいかな。アイス液に泳いでいるたい焼きっていう感じ。口がすごい。最後のオレンジいただきます。大変おいしゅうございました。酸っぱかった。いやー、おいしくいただけました。おいしかったね。この値段でサラダ食べ放題、結構質のいいサラダだった。うん、もはやサラダマーのサラダって何っていう感じのラインナップだったけど、素敵なお店でしたね。目いっぱい楽しむことができたということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お支払い方法は各種カード、電子マネー、QR コード決済が可能です。こちらのポイントカードもお忘れなく。日曜日の開店からお昼前後は待ち時間が30分くらいでした。それではまたお会いしましょう。